代表の私自身先頭に立って全力で取り組む覚悟でございます勝利を目指して作ろう新しい答えとにかく今の政府がコロナ対策で目の前のことに本当にいっぱいいっぱいになっている中でだからこそ私たちは少し先を見据えて少し先の日本に また少し先の未来に必要な提案を、これからも堂々と続けていきたいと思います。未来を先取りし、この政策提案型をさらに政策先導型に進化させていきましょう。都議会議員選挙を中心とした各地でこれから行われる自治体議員選挙、ここに勝利をしていかなければなりません。 そして10月までに必ず行われる衆議院選挙において、候補者全員の当選を勝ち取るために、代表の私自身、先頭に立って全力で取り組む覚悟でございます。